はい。えー、超超人祭が開催されたんで引こうと思います。開催期間2016年10月31日18時から、えー、2016年11月4日17時59分。で、えー、超人祭限定キャラにコナン。で、星子のペインも新追加。ということで、えー、まああのー、赤月好きなんで赤月キャラばっか集めてるんですけど、あのー、 他のね、超人祭限定キャラも出るんですけど、まあ、お得なんでね。えっと、10連ガチャで初回30個、2回目は40個なんで、まあお得なんで、えー、2回引こうと思います。で、全然ガチャ引いてなかったんで、石もだいぶ溜まったんでね。うん。なんで、えー、引こうと思います。で、まあ、祭り札。 ねえ、たまる気しないですね、これ。1ヶ月限定ですよね、これ。はい。ああで、ええー、祭り札11月を20枚で新登場、コナンを含む特定の超人祭限定キャラのいずれか1枚。確定する、超人祭や勝木。はい。っていうわけで、ええー、まあ、引こうと思います。 はい、えー、欲しい、超人再限定は、暁メンバーなんですが、ええー、まだら、痛いせだけも、痛いせだけ持ってるんで、その他ですね。で、なぜかトップ画面がね、面白いことになってます。なにこれって感じ。はい、まあいいや。はい、じゃあ行きます。1回目。290個ぐらいありましたね。石が。 まあそもそも、ね、フェスゲンが、ああ、だいたい2回目が、あ、虹色多いんですけど。ビーマイルかなビーマイルの飛弾が来てたんですけど、もらえなかったっすね。ゲットできなかった。 たまんなかったんね。わあ、厳しいよな。厳しい。暁キャラ自体、来いおー新しいやつやかっこいいな。まあ、いっか。 うん。赤月キャラ全然ゲットできてなかったんで、あのー、育てるキャラいなかったんですよね。まあ、フェスゲンじゃないんで、まあ、多分そんな強くはないと思うんですけど。いいね。赤月キャラ、最大 HP と攻撃力、それさ、30%アップ。まあ、いっか。とりあえず、育てるキャラ増えたんで。じゃあ、あラスト1回。 40個で弾けるんで。え、何があるだろうサソリとペインとマダラ。両方ですね。マダラ2種類。欲しいけど。ま、あそう簡単に出ないですよね。しかもこれは星5確定じゃないんで。 ああ、帯人思ってないな。そういえば。あの、総選挙の。帯とでもいいけど。わあ。ああ、各図。おわあかぶった。ペイン何パー、ペイン4パーとかだったかな。確率。 コナンが1%とか2%でしたよね。あー、終わりか。終わりかー。まあ、いっか。とりあえずペインゲットできたんで。はい。はい。というわけで、超超人祭20連引いた結果は、ま、あこんな感じですね。うん、ま、あペインゲットできたんでよかったっす。かっこいい。かっこいいな。 他の、ね、ペインも欲しいけど、まあ、いつかは出るでしょう。うん。あ、これだな。ま、あこんな感じですね。育てるキャラいなかったんで、だいぶレベルが最大キャラが多くなった。で、まあ、今、本当に、赤月と関係ないキャラは売りまくってますね。うん。いや、いいなこれ。 欲しい、マジで。暁キャラ、どんどん。うん。っていう、まあ、感じでね。はい。まあ、次は、まあ、次も、えー、できれば、暁超人祭とかね。特別編みたいな感じか、暁キャラが手に入る、ランキングイベントか、特攻キャラのガッチャが来たら引こうと思います。ご視聴ありがとうございました。